太平洋に面しているメキシコ。北西部の自然と文化の宝石シナロアは、自然の美しさ、豊かな歴史、類のないおもてなしを求める方に必見の目的地です。デアカパンは豊かな自然とエキゾチックな鳥の絵画のような美しい景色で際立っています。ラボカでデアカパンとそのビーチはウォータースポーツや釣りに最適な場所です。マサトランは黄金のビーチ、豊かなグルメ、歴史的建造物で一番人気のあるスポットの一つです。あらゆる場所で自然の美しさと美味しい料理を満喫できる冒険を提供してくれます。ロス・モチスは繁栄した近代的な都市であり、さまざまな展示会やお祭りが開催される場所です。カリフォルニア湾に向かう途中にあるトポロバンポでは、多様な海洋生物の鑑賞、スポーツフィッシング、ウォーターアクティビティを楽しむことができます。首都クリアカンは工業都市の近代性と美食やビーチの新鮮さが融合しています。高速道路を数キロ走ったところにあるコサラは、鉱山の町としての歴史、何世紀も前の伝統、幽霊の伝説があるユニークな雰囲気であなたをお待ちしております。シナロア州の人気アトラクションの一つ、エルチェペ。ロスモチスからチワワ州クリールまでの 350km 以上をメキシコの海岸に沿って走る列車です。壮大なシエラタマフマラ山脈を通り、コッパーキャニオンを渡る一生に一度だけの旅です。モコリトは音楽アイデンティティをはじめとする文化の多様性と建築的豊かさを誇らしく披露しています。食文化の多様性、伝統的なお菓子、自然が織りなす景色で際立っています。国境付近にあるエルフエルテ、古代住民の物語や世代を超えて伝えられている有名な伝説が、その場所のエッセンスとして今なお残っています。ヨレメ族の職人が作った手工芸品と鹿保護施設がこの場所の宝石となっています。シナロア州は美しいビーチ、豊かな食文化、建築に刻まれた歴史、絶景アドベンチャーが楽しめる場所です。一生忘れられないメキシコ太平洋を巡る旅に出かけてみてください。